今日は、えー、子供ですね。子供のキャラクターの、えー、作り方、えー、やりたいと思います、はい。子供なんですけど、キャラクターの方からですね、えー、子供を探すんですけど、以前、子供ってフォルダありましたけど、今、 ないんですね全部統一されちゃいました。こういう形で、えー、Beyond って結構ですね、えー、クラウドサービスなので、えー、変更多々あります。はいでは、えー、子供を探すにはですね、えー、ここで、KIDS、Kids ですね、えー、Kids で検索してみてください、Kids、はい。そうしますとですね、Kids、いろいろ出てきてますので、えー 今、ホワイトボードですけどね、えー、キッズで、えー、選びます、えーうん。ホワイトボードでした。でビジネスフレンドリーでも同じようにですね、キッズ、こういう形で出てきます。でキッズ選びましたら、あとはですね、えー、アクションしますと、キッズ専用のですね、こういうアクション、ちゃんとあるんですね。えー、キッズのアクションがあったりします。はい。 キッズのアクションもですね、えー、かなり数が増えてますのでね、えー、面白い子供のアクション、いろいろあるかと思います。えー、そうですね、例えば、えー、キッズで,そうです、ねえー、まあ子供らしい表現が非常にありますね、エモーションとか。えー、キッズがスポーツしてる。ですね、子供の。はい、これでやってみましょうか。 子供なのでね、えー、バスケットボールの、えー、ゴールも非常に対比が、はい、という感じあります、はい。で、子供なんですが、これ、えー、コンテンポラリー、実はキッズ用意してないんですよ。はい で、えー、例えばコンテンポラリーでなんか子供っぽいの作れないのかなと思いましたら、えー、これやり方があります。ちょっとご覧ください。はいえー、コンテンポラリーですね、えー。まあこれキャラクタークリエイターですけど、えーまあ、キッズまでいかないんですけど、こちらのですねキャラクターセッティングってところではい。まあ、あのー 背を縮めてですね、えー、ちょっと子供っぽい服装をさせると、えー、まあちょっと子供になるかなと、まあ、いうとこでしょうかね。はいまあ、髪型変えたりして、はいまあ、子供っぽい形にですね、えー ししてあげるといいのかもしれません、はい、コンテンポラリーの場合は、えー、セッティング一番右のところから背を、えー、低くしてあげて、まえー、子供、ま、10歳ぐらいの子供でしょうかねと、はい、いうのを作ることが、えー、できます、はい、ちょっと置いていますね、はい、子供でしょうかね え普通の大人と対比させると、まあ、もうちょっと小さくしてもいいですかね。はい。こんな形でちょっと小さい大きさにしてあげるということができます。はいは。ビジネスフレンドリーやホワイトボードではキッズで検索するといいです。はい。ではですね、今度、もっと小さいえ赤ちゃん。 ですね、これベイビーで検索すると、実はですねキャラクターの中にベイビーないんですね。はいはいえー、子供赤ちゃんはですねこちらプロップに実はあるんですね。はいえー、ベイビーって入れてみますと、はい、まず、はい、ちょっと書けしますけど。はい えー、コンテンポラリーの方のベイビーですね。えー、こういくつかあります、えー。ちょっと見てみましょう。はいえー、コンテンポラリーのベイビー,です、ねえー。こんな感じなんですが、実は色をですね、えー、変えてあげ、えー、るといいですね。 しててあげてで、えー、おむつの色とかもですね、えー、変えてあげると、おしゃぶりも、えー、変えてあげると、髪の毛も変えてあげると、目の色も変えてあげるですね、ちょっと青いですから。とえー 子供の形になりますねちょっと背景入れてみましょうかえっ、ー、とちょっと大きいですけどはい、えー、ちょっと背景違いますね背景書いてあげるとはいちょっとこれ消しますよ、はいするとはい、はいするとあのハイハイする 赤ちゃんですすね、はい、っていうのがあります、はい、プロップでベイビーで検索するとあります。はい、で、えー、こちらのビジネスフレンドリーの方でも、えー、赤ちゃんお前数多くないですけど、えー、赤ちゃん来ましたね。はい、ありますんで、えー、を使ってください。はい こちらの赤ちゃんの方は、えーまあ、色を変えることですね、えー、顔の色も変えられるかな、はい、そうですね、えー、変えられますんでね、はい、こういう形で赤ちゃんですね、えー、こういうのを使っていただければと思います、えー 赤ちゃんを抱っこするなんていうのもできますので、えー、そういうものも用意してください。はい以上です